返しませんよ。よろしいですね。どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。聞こえないらしいです。まあ、決勝の相手自分の後輩とかなんで。あ、そうなんですか。ちょっと心痛かったんですけど、まあ、そこは大人の厳しさということで優勝させてもらいました。次回もあったら参加して優勝しますんでよろしくお願いします。ぜひ連覇しに行きましょう。以上です。はい、ありがとうございます。